左サイドバーのプロジェクトをクリック、右上の新しく追加をクリック、フォルダーをクリック、強化ごとのノートを保存するフォルダーを作成します。ここでクラスのメンバーを招待すると、招待した全員にフォルダ内のデザインがすべて共有されてしまうので、ここではメンバーを招待しません。続行をクリック、フォルダが作成されたので開くをクリック、右上の新しく追加をクリック、デザインをクリック、新規作成をクリック、プレゼンテーションでデザインを新規作成、1人目の児童の名簿番号を入力、名前を入力、理科ノートと入力します。自分のアイコンの隣のプラスをクリック、アクセスできるメンバーに児童のアカウントを追加します。このノートは児童1号くんのノートにするので、児童1号をクリック、権限が編集になっているのを確認して送信をクリック。これで白紙のデザインが児童1号くんに共有されました。ノート置き場に戻り、作業しやすいように右側のリストで表示をクリック、一度再読み込みしておきます。児童1号くんの理科ノートの3点リーダーをクリック、コピーを作成をクリック、作成されたコピーのファイル名の鉛筆アイコンをクリック、次の児童のノートに名前を変更、3点リーダーをクリック、共有をクリック、アクセスできるメンバーに児童2号くんを追加、編集になっていることを確認して送信をクリック。同じ作業をクラスの全員分続けます。これで子どもたちと理科ノートが共有されました。子どもたちの画面で確認してみましょう。子どもたちのホーム画面にお知らせが届いています。お知らせをクリックすると、前田正明さんが理科ノートが共有されたことが表示されています。お知らせをクリックすると理科ノートが開きます。あとは子どもたちが自由にノートを作成するでしょう。この手順で児童とノートを共有すると、児童1号くんのノートを表示できるのは教師と児童1号くん本人、児童2号くんのノートは教師と児童2号くん本人、児童3号くんのノートは教師と児童3号くん本人になります。フォルダごと共有することで、削除事故やいたずらが発生することが心配な場合は、この方法で子どもたちとデザインを共有すると良いでしょう。超絶簡単です。